はい、ということで今日も元気よく社会の勉強やっていきましょう。今日は伝統産業と地場産業の違いについて見ていきたいと思います。2年生の地理の範囲でやっていくこの2つの言葉、非常に紛らわしいのでしっかりと判断できるようにしていきましょう。それでは結論から見ていきたいと思います。伝統産業っていうのは昔からやっているものづくりのことを伝統産業というふうに言います。地場産業っていうのは地域の特色を生かしてやっているものづくりのことを地場産業というふうに言います。でっかく言うと地場産業の中に伝統産業があるっていうふうに覚えておくといいかなと思います。それでは具体的に説明していきたいと思います。地場産業っていうのは地域の気候とか地理的条件を生かしたものづくりになるんですね。まあ、産業っていうのは簡単に言うと、まあ、ものづくりのことを言うわけですよ。で、地場っていうと、その土地の場所に合わせた産業。具体的に言うと、例えば、この地域は、すごく、まあ、水がきれいだから、その水を使ってお酒作りをしてますよ。めちゃくちゃ美味しい水が取れるので、その水を使った、醤油作りをしてますよ。または、この地域はたくさん木が取れるから、その木を使ってお椀を作ったりしてますよ、箸を作ったりしてますよっていうように、その地域じゃなければいけないものを使ってやっているものが地場産業というふうになります。伝統産業っていうのは昔から行われてきたものづくりになります。伝統工芸品を生み出すっていう特徴があります。伝統産業では伝統工芸品、伝統的工芸品っていうのを生み出します。まあこれは具体的にはまた別の動画で見てもらえればなというふうに思います。例えば昔江戸時代にここの何々県の、まあ、大名の人がこの何々作りをやりますよって言ったから400年ぐらいずっとここでは、何々作りをしてます。岐阜県では岐阜県のお殿様が、江戸時代中盤ぐらいに、和紙作りをしようって言ってずっと和紙作ってるから、その和紙作りって伝統産業ですよねっていう風な形になっていきます。テストで言うと何々という地域の特徴を生かしてとか、この地域の〇〇である、〇〇を生かしてとかっていう風に地域の何々っていう風に言われていたら地場産業、長年何々とか歴史的にこれこれをずっとやっているよって言われたら伝統産業っていう風に判断してもらえればという風に思います。右側の図で見てみると地場産業っていうのの中に伝統産業と伝統産業じゃないものっていうのがありますよっていうことになっていきます。下の表、まあ、ここまで分かるとだいぶ理解が深まるかなというふうに思います。ものづくり、まあ、つまり産業ですね。産業っていうのは4種類あります。まず1つ目、地場産業であり伝統産業であるもの。2つ目 B ですね、地場産業だけど伝統産業じゃないよ。逆に C は地場産業じゃないけど伝統産業だよ。そして D は地場産業でもないし伝統産業でもありません。まあ、この4つの種類があります。じゃあ具体的にそれぞれ見ていきたいと思います。 A ですね、地場産業でもあり伝統産業でもある。まあ、これはどういうものかっていうと、例えば岐阜県では昔から綺麗な川、長良川がありますよね。だからその地域の特色を生かして和紙作りをしようっていうことを、江戸時代の、まあ、大名さん、お殿さんが言いました。だからその地域の特色も生かしているし長年やっていますよね。これが地場産業でもあり伝統産業でもあるパターンです。続いて地場産業であるけど伝統産業じゃないっていう B のパターンですね。これっていうのは長年やっていないパターンですね。なんか最近、福井県では、綺麗な、水があるっていうことで、和紙作りを始めましたよ、平成になってからそういうの始めましたよっていうのは福井県の特徴である水が綺麗っていうのは生かしてますが長い期間やってませんよね。だからこれは、地場産業であるけど伝統産業じゃないっていうパターンですね。そして C のパターンですね、地場産業ではないけど伝統産業のパターンです。これはなんか富山県では全然別に昔から紙がたくさん取れるとか、木がたくさん取れるとか水がきれいっていうの関係なく、なんかお殿様が、ここでなんかよくわからんけど油作りをしようっていうふうに江戸時代に言ったもんで、なんか全然関係ないけど昔からずっとやってますね、400年ぐらいずっと、油作りをしてますねっていうことが続いていれば別に富山県ではその油とか取れるわけじゃないけど長年やっているので
地場産業じゃないけど伝統産業ってパターンですね。最後のパターン D、 地場産業でも伝統産業でもないパターンですね。これは例えば最近なんか岐阜県でパソコン作りを始めましたみたいなことですね。パソコンっていうのは別に岐阜県じゃなくてもいいので地場産業でもないですね。でさらにもう最近やり始めたので伝統産業でもない、それが地場産業でも伝統産業でもないパターンです。この4つの種類があります。はい、ということで今日は伝統産業と地場産業の違いについてやってきました。非常に似ているので紛らわしいんですけど、地場産業っていうのは地域の特徴、地域の特色を生かしたもの、伝統産業というのは長年やっているもので、地場産業の中に伝統産業があります。多くの場合、まあ基本的に地理とか歴史でやっていく場合には伝統産業でもあるし地場産業でもあるってパターンの方が多くなっていきますので、なかなかその判断難しいですが、しっかりと理解しておいてください。